まあ今日は冒頭生放送ですから触れないわけにいかないのでね、はい、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経というね、まあ、お題目を唱えさせていただきましたけどね、日蓮聖人のこうことを書いた本をいただきましてね、で読んでたんです。すごいね、立正暗黒論というんですか、あの当時鎌倉の時の幕府に対して盾をつくようなこうあるべきなので堂々と書いてさ、それをねパッとやって迫害に遭いながらも、はい、あの当時の日蓮聖人の一番僕感激したのはね、マイクロフォンもないんです、宣伝カーもないんです、雨が降ろうが風が吹こうが降ろうね、こうわらじを履いて着物でもって辻辻に立って延々と説法するわけ。これすごいね。それで日蓮宗ってのがガーッと全国でしょ、今のあの選挙なんか見てると宣伝カーでウグイス嬢がいて、あっちでもこっちでもわーってやってポスター貼ってもうどうのこうのってやって、選挙勝つところが違うんだね。日蓮宗にはたった一人で日本中歩きながら、あっちの角こっちの辻でもってね、それでこう説教して歩いて、で日蓮聖人とかんだよね、最後は池上でもってお亡くなりになったと、はい、で池上に本文字ってあるじゃないですかね、私も時々行きますけどね、あ、宗教家というのはすごいなと思いましたね、なんてことを感心しながらね、そうかと思えばですね、最近僕はあのパソコンやったりね、はい、これするんですけどね、あれでもってね、あの FC2 ってのを教えてくれたんですよ。で FC2やってごらんと、何ですかって言ったら、アダルトビデオが見れるよと。あれアダルト、アダルト、はい、あ、ただ見ちゃダメ、無料というのを検索しなさい、無料アダルト、これはびっくりしましたね。何も法蓮華経と言いながら FC2 無料アダルトっても何を考えてるのか分かんなくなりました。でうちにたった一人でいる時なんかはですね、もう朝早くから木刀振ってるんですけどね、あ、これはもうあの鹿島神宮たり、鹿島たちで有名なね、上泉信親っていう大変な方がいた、その方のあれですけども、そこでの木刀をいただいてね、これ重いんですよこの木刀が。どれぐらいの重さあるんですか。もうどれぐらいって、そうですね、こう勃起しても20センチぐらいなんて話をこうしてるとね、またあのバカ野郎って言われるんですけど、これは大変長い大きな重いやつ、それをこう素振りをね、素振り100回って大変、その木刀で100回、はい、で最初僕は握りしめてた木刀、ダメだそれじゃ、あなたは右利きです、はい、だったらまず左手の小指と親指だけで握りなさい、すいません持ち上がりません、そっと右手を添えなさい、え、そっとですよ、軽く上に上がって、ってやった時に振り下ろすだけじゃなくて振り下ろしながら前にというのをやって、結構だから形になってきました。あ、そうですか。なんか鏡見たら赤胴鈴之助に見えちゃって、なお名乗れなんて感じになってきちゃった。はい、まあ、あの汗を流しながらね、いろいろ考えてる、まあ昨今でございます、はい、今日もこの文化放送がね終わりましたらね、ある先輩がですね、終わったらまっすぐ帰れよって言うんですよ。まっすぐ帰るってどういうことですかって、銀座なんか行くんじゃねえよって、あのすいません土曜日やってますかって、やってる店が2軒あるよって、その人も好きだよね。びっくりしました。だからそのうちね、1丁目から7丁目までね、万歳三唱しながら走り回りたいなと。ダメお呼びでない。でも美濃さんがお元気そうです、すごく良かったです。顔で笑って心で泣いて肛門からクソ出してんですよ、これが私の毎日なの。それしかないでしょ、本当に。でもなんていうのかな、人生いろんなことありますね。そうですね、どこで何があるかわからない。転ばぬ先の杖なんて言いますよ、はい、石橋を叩いて笑えって言います、あ、叩いて渡るって言います、そんなことやってる暇ないよ、あんなすごろくの世界だよ、はい、一寸先は闇、知ってるよそんなこと。そうですね、だけどね、だけどね、そういう戒めを絶えず心に言ってるけどね、これはどこでどうなるかわからないからね。本当ですね。だからこの間何とかってのを打ち上げる打ち上げないってやってたでしょ、最初はそれではこれからや5、4、3、2、1、シーン、打ち上げ中止、子供の表情が一番正直だったら、なんて2回目、はい、みんないい人たちだね、2回も全国から集まって、5、4、3、2、1、ブワー
喜んでる姿、ね、やっぱりあれがね人間の気持ちだなと思いました。うん、ああ321で打ち上げ失敗、はい、ね、321で打ち上げた、いろいろあるけれども、そこでねふざけんじゃねえバカ野郎イエーって一喜一憂しないで、うわー残念、また剣の将来頑張りたいねと思うのがね大事なことだね。ですから私はまあ今回の件でいろんなご意見を言ってくださった方がたくさんいらっしゃってね、はい、あったら直接お礼を言いたいなって方もいました。本当にへえなるほどなと、うん、勇気づけられましたしね、本当にね、うん、夜の夜中にねなんか電話かかってたんですよ、はい、本当にああ僕だよどうだなんかできることあったらいつでも手伝うから元気出すんだぜ、なんかあったらいつでも電話くれよ、誰だと思います夜中に。え、誰ですか。今では指輪も回るほど渡りの兄貴ですよ。何にも言わないの。おう元気か、何かあったらいつでも電話よこせや。そうですか。泣けたね、うん、本当に一年に数回しかお会いできない方だけどね、そうかと思えばね、ある方がねお電話くれて、お元気、女性ですよ、はい、年の頃なら僕とあまり変わらない、うんうん、今主人は舞台であれだけども、私たちはいつまでも皆さんのお友達よ、じゃあね参りますね。ああ、いろんな方といいお付き合いをしてきてよかったなと思うよ、うん、ちょっと僕がね飲みに出ないとね、飲み屋のマダム、チーママ、係の女性から、いつ来んの今度、最近来ないけど、ね、来て、いつもかかってきてた、うん、今回の件、プチッとかかってこない、無理しないでね、うん、って気持ちですよ。これやっぱね、武士の情けというかね、こういうもんだね、うん、そうかと思えば、例えばなんていうか、週刊誌っていうんですか、いろんなのが、いろんなのが書くじゃないですか、絶対にミノちゃんと話をしない間、うちは書かないよって出版社。これ参ったね、直に話を聞いてから書くから、そりゃみんな先に書きたいあれに書きたい、うん、取材もしないで書く、うん、そうですね、うん、今はそういう時じゃないからってあるんですよ。びっくりしました。へえ、ですから私なんかはねはっきり言ってね、写真週刊誌のフライデー、うんうん、あそこに自分から電話してね、すいません朝4時半から私木刀振ってますので、ね、だからそこ撮ってなんて電話しようかと思ったぐらいでした。うん、ちょっとそうでしょう。今週なんか金曜日あるフライデーって発売、そうですね、だって昨日発売になってるのに僕がね、うん、堂々とねキーなんてとこ写真でも出るかなと、出ない、やっぱすごいね、うん、あ、講談社野間宏さんの真空地帯、私の大好きな、やっぱりそういうところもあるしね、うん、うん、だからテレビのワイドショーを見ててもね、はい、面白いです僕は。ああ、うん、ああ、この放送局は、こういうふうに扱うんだな、この放送局はこう扱うんだな、この放送局はこう扱うんだってよくわかりますね、はい、うん、だからそういうのを、まあ、70歳にしてこういう経験ができてね、私は実に幸せです、はい、うん。